女優。1897年、オーストリア・ハンガリー帝国のボイチ・ツェニ4人兄弟の一人として生まれる。出生名はプッチア・アマリア。父親は、騎兵隊将校のプッチ・グラ。母親は、ホーリオス・マー。1913年、地方行政長官のセパシー・ゾルターンと結婚。娘が二人生まれるが、1918年に離婚する。ハンガリーで、 ボードビル巡業、映画出演後、ベルリンに移る。バリエテ1925年のバンプ役で、世界的に注目され、翌1926年2月、都米。D.W. グリフィス監督の、サタンの嘆きに出演する。ナイトクラブのシーンは、アメリカ版では、絵服を着ているが、ヨーロッパ版ではトップレスで演じている。しかし、その後は泣かず飛ばずで、 1929年に映画界から引退、ブロードウェイを目指す。1931年、ニューヨークの療養所で死去。まだ34歳の若さだった。所持金800ポンドとわずかの宝飾品しか持っていなかった。ニューヨークのファーン・クリフ墓地に埋葬された。ありがとうございます。